はい、さあ、水曜中華なびらユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、7月の18日火曜日、旧暦のうちのあぐいみでは5月の25日だといび。さあ、お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。いや、昨日はね、海の日ということで祝日でございましたので、私お休みをさせていただきましたがね、なんかこう変な感じですよね。11時になりましてね、この曲が流れまして、俺が、スタジオにいないみたいなね、まあでもまあね、一応私もですね、お休みをいただかないとね、もうフルで働いているもんですからね、ちょっとごめんなさいここはね、ということで、まあいずれにしてもね、音楽をお届けする1時間としてはお楽しみいただけたんじゃないかなと思っておりますのでね。さあ、まあ、今週もまた、番組ね進めてまいりたいと思いますが、今日もゲストを迎えての1時間ということなんですが、しかしながら昨日もそうなんですけど暑いですよね。毎日今日もね、日中の最高気温は34度と、たった今沖縄気象台11時発表の天気予報でお伝えされておりますね。ところによっては35度、大和の方でもね34、5度っていうのが当たり前になってきまして、日本列島どうなってるのかなっていう感じなんですけども、本当に、ビーチで泳いでる皆さん方もね、熱中症にはくれぐれも、お仕事されてる方々もお気をつけていただきたいと思います。それではインタンジャ出番です。1時間お付き合いください。お相手はなくせんとまるです。いたしく逃げさびら。暑いなという感じでございましたけどもね、まあ、週末ね、いろんな花火大会とかもう各地区でその夏らしいイベント、ね、海のイベント、読谷村でもそうなんですけども、富谷漁港の方ではお魚フェスタ、ね、そして読谷村では村魚という村の魚ね、孫木とか孫家とかね、読谷村が制定するいろんなものがあるわけなんですけども、沖縄県で10番目でしたかね、市町村の制定された、お魚ということで、村魚が、読谷村の方でも決まりました。その発表が、日曜日のお魚フェスタで行われたわけなんですけども、私どもの方でもね取材されておりましたが、なんとびっくりですよね、ジンベエザメですよ皆さん。読谷村の村魚ですから、もう今からはね、読谷と、ジンベエザメのコラボっていうのがね、今後読谷村で生まれてくるんじゃないかなと思ったりもしますけどもね。まあ、ジンベエザメというと皆さんご存知の通り、あの海洋博記念公園にあります美ら海水族館ね、もう目玉、沖縄の観光ではもちろん目玉になってるわけなんですけども、なんと、そこをまあ押しのけてというわけじゃありませんが、あれはまあ国のもんですからね、まあ読谷村沖縄県としては、我が読谷村、ジンベエザメを村魚にしたったみたいな感じでございますのでね、これからジンベエザメは読谷村だということで、ね、そういうふうにね私たちも PR していきたいなというふうに思っております。しかし暑いね、この週末もそうでしたけど、いろんなところでビーチパーティーやってる方々も多くね、 Facebook とか SNS では上がってきてたわけなんですが、やっぱり夏となるとビールっていう感じですもんね。今日はそんなわけで、ビールのご紹介をしていこうというわけではないですけどもね、とても、頼もしいビアフェスタをやっているところがありましてですね、ビアガーデンですか、その紹介もしながら、進めてまいりたいと思います。もちろんリゾートの紹介として今日はこの方が来ております。どうぞ。昨日聞いた方とはね、今日はまだかなって思ってる人もいるかもしれませんけど、私 ANA イタコンチネンタルマンザビーチリゾートマーケティングのラナです。よろしくお願いします。はい、ラナさん、はい、
ナーさんでもいいですラーさんでもナーさんでもいいよね、はい、ダナさんですね、はいはい、中国のご出身であるということでございましてね、はい、本当にね昨日の番組あの僕聞いてましたよ。15時からね、はい、雲南村アリンクリンに参加されておりまして、ね、はい、まあ流暢な言葉でお話をされておりますけれども、ダナさんあまりにも日本語が上手だから逆に言って中国の方と思えなくて、はい、ダナさんってちょっと日本語下手だねと思ってる人も多いかもしれないね。下手よりもなんだかな、他の県の人と思われる、うん、ああそうそんな感じだね。そうですね、あうちなんちではない人だね。そうですね、はい、中曽根ラナではないねま、当たり前ですよね、はい、ラナさんでございましたね、ありがとうございます、はい、ラナさん、はい、昨日もそうでしたけど、はい、パンザビーチ、はい、ビアガーデン、そうですね、昨日は始まったよねビアガーデン、うん、僕びっくりしたのは、はい、あれなんか普通だったらビアガーデンってさ、はい、いきなり言うけどね、はい、普通だったら2時間とかさ、そうです ね普通だったら時間制限ありますけど、時間制限あるよね、はい、ありますけれども、うん、こちらはないですね。一応ビアガーデンの営業時間は6時から、うん、9時になりますけれども、うん、ラストは8時なんですよ、はい、でも一応9時まで飲めるんですよ、食べて飲めて、それで3時間いけるんです。そうですね、フルでいけば、フルでいけばで飲み放題食べ放題で、本当です、食べ放題もつき、食べ放題もつきます。昨日ね、うん、まあ、始まったばっかりで、うん、ちょっと自分、まあ、一応ビアガーデンの、まあ場所、うん、場所っていう、まあ、マンザの、うん、シェルっていう宴会場の目の前、はいはいはい、前は芝生がありまして、うん、ちょっと芝生のところでテーブルを置いてて、うん、もうなんか食べ放題の、まあ、ビュッフェもちょっと短いビュッフェボードも並べて見に行ったんですよ、うん、これ客さんはちょっと昨日やっぱりこう始まったばっかりなんで初日で、ね、ちょっとはい、初日で、うん、あと自分見に行った時もちょうどもう6時オープンなんで、うん、6時ぐらいで見に行ったんですよ、うん、ちょっと早かったんで、まあ、天気まだ明るくて夕日、まあ、全然まだ落ちてないしって感じで、それでもお客さんとりあえず一組が行ったんですよ、はい、見たらもう家族って感じで、はい、もうお父さんもうビールグイグイグイ飲んでるんですよ。美味しそうだなと思いながら、昨日は暑かったし昨日夕焼けも最高でした、最高綺麗だったんですよ。この時間帯だったらもう申し分ないね、はい、本当ですよ、すごいですよ。しかもマンザビーチとかだったらもう、はい、景色もとても良かったんですよ、ね、海も綺麗だったし、そうですね、目の前で海と、まあ、もちろん、うん、マンザのオーシャンパークとホテルが、うん、まあ、綺麗に見えるので、うん、ロケーションはとても良かったと思います。なるほど、昨日、まあ、特に風はなかったかなって、はい、そうだか ら, もうだから海もね、なぎ、うん、とても穏やかです、ね、穏やかでね、そうです、そうそうそう、まあ最近ではインスタ映えするかどうかっていうのがね、はい、レクリエーションとかそういう楽しみの一つになっているので、まあ、そういう意味ではマンザビーチリゾートホテルのこのビアガーデンとかあったら、まあこの景色はインスタにアップしたいなみたいな若い人たちがすごい集まってくるんじゃないかなと思います。そうなんですか、自分も結構ね、うん、マンザに入ってからずっともう夕日、うん、毎日じゃないですけれども、うん、週何回で自分の携帯撮ったりとか、やっぱりこう同じ夕日なんですけれども、うん、日にちによって、まあ、空の雲によって全然景色が違います、うん、そうだ、昨日もとっても綺麗だった、ね、昨日はなんかこの太陽の上にある雲が、はい、まだ怪しげにね、そうです、綺麗にこう反射して輝いていて、とても綺麗です。海とこの雲のコントラストがすごい綺麗にね映ってましたけども、まあ、そういう意味では、はい、またマンザの夕日も最高なね、はい、時間を過ごしていただける、まあ、そんな時間をビアガーデンで過ごしましょうということでね、そうですね、今日はもうね奈々さんに、来ていただいてるわけなんですけども、はい、さあこのビアガーデンなんですけども、はい、先ほどお時間はね、まあ、と昨日で6時から9時に、はい、ラストで8時で、うん、あと料金の方はやっぱり県のお客様、うん、いっぱい、うん、こう漫才に来て遊んで、うんうん、こう最後もしよかったら家族でもいいし友達でもいいし、はい、ビアガーデンで利用していただきたいなと思いまして、うん、で大人の料金は3500円と子供は2000円ですね。子供2000円、はい、うん、一応食べ放題飲み放題だから、ね、別々じゃないですよこれがびっくりですよね。そうですね、3500円で食べ放題がついてるわけだから、はい、飲み放題、はい、これどっちにとってもですよ。普通3500円で漫才でね、はい、もうこんな言ったらあれだけどさ、はい、マンザビーチで3500円で食事って言ったらそれだけでも安いわけよ。安いですよ普通にね、はい、
大体5000円とかするじゃないですか、やっぱり。そうなるんですよ。でもそれがさ、はい、ビアガーデンでですよ、はい、飲み放題がついて、そう、飲み物も、ビールと、うん、もちろん生ビールと、まあ、沖縄だから泡盛り、泡盛りと、あのワインは赤白と、ウイスキー、はい、でウイスキーとハイボール、あー、やっぱり夏って、まあ、個人的にハイボールとビールだな今はね、はい、ハイボールがめちゃ人気ですからね。そうですね、俺も結構ね、あの本土に行くとね、やっぱりこうハイボール飲んじゃいますね。飲んじゃいますよ。あ、自分も飲んじゃいますよ。飲んじゃいますね。で、料理の方も見たら、うんうん、もう料理もとても良かったと思いますよ。自分的にね、うん、あのスモーク豚丼のオニオンサラダとか、なんだかな、ポテトサラダも注文あるし、うん、なんとスペアリブもありますよ。スペアリブ、はい、スペアリブと、あとまあ定番のチキンナゲットとかポテトフライとか、あと沖縄風の焼きそば、ソーセージとか、うん、もうサラダの方も、春雨と小エビのナンプラ風味の、この、はいはいはい、なんだかこういうものがいっぱい並べて、だから、昨日ちょっと、なんだかのこの料理も見たとき、うん、これって晩ご飯でもいけるじゃないかなと思いながら、十分いける。そう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 、うん、だからね、あの料理、まあ、そんなに大量じゃないですけれども、うんうんうん、でも一品一品ってもう肉もあるしサラダもあるし、うんまあ、もちろんあの焼きそばとかもうがっつり系もあるし、ね、さっぱり系もあるので、うん、なんか3500円でこれ使ったら他のところはないじゃない、普通自分考えたらだけど夜のディナーだったらやっぱり、まあ、安くても4000ぐらいになっちゃうじゃないですか、まあ、なりますよね。しかし飲み物別なのじゃないですか、これで全然いける。いや全然いけるね、全然いける。だから晩ご飯で全然いける。だから昨日も自分も一人でボツボツ言いながらこれ晩ご飯いけるな、3500円で飲んでも食べてもいけるな、全然大丈夫だなって。いや沖縄の人の感覚で、うん、その俺今日ね番組の時に伝えたんだけども、ビーチパーティーやる人たちがすごい多いわけよね、うん、はい、でそういう感覚でいけばさ3500円でさ飲み食べ放題さね。そうですよ。でビーチパーティーの感覚だったら十分じゃん。スペアリブがあってさ、そうスペアリブもあるし、なんかちょっと意外、そう意外だったと思って、おサラダ系も作られてるし、はい、もう何でもありの世界で来てるじゃん。そうです。だから居酒屋さん、居酒屋よりもっと安いって気がするんですね。しかもマンザっていうね、はい、そのブランドをねいやこれはね俺たち庶民にとって誇りですよ ね旦那さんはブツブツ言ってるかもしれないけど俺たちにとってありがとう世界ですからね。そうなんですか、はい、いやマンザで3500円と友達として本当に飲みに行って、はい、本当にこうワンボックスカーとかでもいいからね。そうですね、本当にこう運転手ね、はい、代行を使ってももちろんいいんですけれども、はい、まあ飲まない人がいるんだったらラッキーみたいな感じでね、じゃあお前運転しやれみたいなねお前の分俺なんか払うよみたいなね、そういう感じでやってもいいんじゃないか。本当に仲間同士で行ったらもう3500円でもう3時間最高ですよね。そう最高です。しかしこれって漫才で今毎年やってることって、7月8月になったらあの花火が打ち上げるんですよ、うんはい、今年もちろんも欠かせなくて、このビアガーデンの、はい、ビアガーデンの日っては言ったらおかしいんだけど、うん、ビアガーデンと花火の日は一緒なんですよ、うん、だからビアガーデンちょっと申し訳ないけど毎日じゃないですけれども、うん、一応花火打ち上げる日はビアガーデン開催している。そうだからなんかなこう花火は8時半で打ち上げるので、それでこうやっぱりこうみんな騒いで飲んで、で夕日見て、まあ、ちょうど多分もうそろそろもの飲んでるも良い時間かなって、8時半になったら花火が目の前で上げるんですよ、うん、わお目の前で、まあ、ちょっと、まあ、海が直距離がありまして、うんうん、それでももう近いですよ。近いところでこう花火を見て、もう最高だ、最高と思います。自分たちのためだけにやってるようなもんね、はい、昨日もね自分ちょっとこのビアガンで最後行ってなかったのだけど、うんまあ、一応家に帰ったら8時半くらいになったらもう花火が打ち上げて家からちょうど見えるんです。とっても綺麗だった。はい、一旦コマーシャルをお届けします。はい、
ユンタンジャー出番ですよ。今日は、ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートからラナさん、マーケティングのね、はい、ラナさん来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。 MC も流れてましたね。あのこれマンザ新しいの、ね、今回からね、はい、ありがとうございます。とてもなんか聞いたら夏って感じするんですよね。しますね、はい、なんかそれとファミリーのねこの声がね、はい、なんかもう夏休みの旅行みたいな感じがする。まあこれを聞くと本当に行きたくなっちゃうんですけどもね、はい、まあ、地元の人がマンザビーチに宿泊するっていうのはそうそうね、ないと思いますが、でも、はい、使わない手はないですよ。せっかくあるわけですからね、我が沖縄県に。本土の方々はね高いお金を払って、はい、マンザビーチに来るわけですから、はい、我々は大高台だけでマンザビーチに行ける、はい、本当なんですよ。本当ですよね、うん、とっても安くて。本当ですよ、とっても安くて。しかもね、僕今ね CM 中にいると聞いたんだけどね、まあ、ビアガーデンね、あるんですけど、そのせっかくだから、はい、もう朝から出かけて行ってね、はい、マンザビーチと楽しんで、そう全然いいですよ、ビーチで、はい、ね、うん、楽しんで本当にこう、はい、お互いでこう、自分たちでこうなんビーチパーティーじゃないですけど、本当にこうビーチレクリエーションを楽しんだ後で6時からは、はい、よっしゃビアガーデンみたいなね。そうです。だから自分も一応もう夏だったら、はい、みんなもし来るとしたら、うん、例えばまあもう本当に一番ちょっと朝来てほしいなと思いまして、ね、そうそうそう、で朝だったら、うん、やっぱりこうなんてかな、こうビーチサイドに、グリルっていうレストランが、うん、本当にこちらのレストラン夏しかオープンしないなんですよね。で、すでにもう7月今月からもうこのレストランオープンしてるんですよ、うん、その時ランチとディナーだけですよね。で、先週の土曜日かな15日、うんうん、で朝朝食もこのレストランも用意しておりますので、朝昼晩、そう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 、だからこっちのレストラン一番おすすめなのは、うんうん、なんかちょっとビーチサイドにあったので、もちろん、テラス席もあります。だからこうなんだかな、こうビーなんだ、海を見ながらこの景色が見て、こうゆっくりでこう例えば朝眠たいと思いますけれども、朝もオープン何時？朝オープンは一応そうで早めにしてるから、うん、このレストラン7時から、はい、開いておりますので、ちょっと早いですよね。いいね、はい、で朝ここのレストランに来て、うん、で今年はなんだかな、パンケーキ、うん、パンケーキと厚切りベーコンのお肉が目の前で焼いてるので、うん、これも持ってきていただきたいです。でこれこう食べて、まあ、もちろん他のもう朝朝食だからやっぱりサラダとかいろいろ用意してるの、ね、健康だから健康の一日ここから始まりますかなと思いまして、でこう食べて、でもう漫座で、うん、まあ、ゆっくりで、例えば漫座 の、ね、アクティビティ、うん、沖縄県内で一番多いと思いますので、はい、で漫座もちろん今年オーシャンパーク新しい入れた忍者CM もやってましたね。そうですね、忍者オーシャンパーク、忍者、はい、オーシャンパーク、オーシャンパークと、サンマリンジュニアス、うんうんうん、サンマリンジュニアスはもう家族の方が一番おすすめなんですよ。うん、乗れないから、海に入れなくないから、うん、でも漫才のこう海底の景色、魚とかサンゴ見えるので、うんうんうん、特に今日みたいな天気でもう多分海底とても澄んでて、とっても綺麗、最高だろうね、最高と思いますよ。めっちゃ綺麗に、もう海がね本当に皆さんね、ぜひ本当に漫才の話して漫才のこと言わないと心苦しいんだけども、本当に近くの海でも行ってみてください。めちゃくちゃ今透き通ってね、綺麗だから、とっても綺麗ですよ。しかもこのサブマリンジュニアに乗ると、はい、海底の中が見れるわけだから。そうですよ、自分も1回かな、1回だけかな、うん、ちょっと、まあ、仕事でちょっと別の撮影の公演で、うん、お客さんと連れて、はい、サンマリン乗ってたんですよ、あの日も本当に今日みたいな感じだったんですよ、とっても綺麗で、もう自分も本当に仕事なんですけれどもお客様に今サンマリンのこと紹介しないといけないんですけれどもあんまりの綺麗さで黙っててずっと見てたんですよ、自分も。そうなっちゃうよね、はい、そうなっちゃうんですよ。いやでもこれさ、サブマリンジュニアはさ、はい、ちなみにごめんね話飛んでしまったんだけど、全然大丈夫ですよ、はい、水着の格好でも入れるの？
サンマリジュニアは。サンマリは逆に水着でも大丈夫ですけど、サンマリ一応船内の中に一応クーラーついてるから、うん、結構涼しいなんですよ、うん、だから水着履いたら30分 の乗船時間なんで、うんうんうん、寒くないかなと思いましたね。濡れたままだったらね。そう、上からかけて、そう、上から、まあ、あのタオルがありますので、はい、タオルをこう羽織って、はい、あ、じゃあオーシャンパーク忍者でも楽しめるし、サブマリンジュニアでも楽しめる、はい、そうですね、まあ、海に入れない方はサブマリンジュニアで十分楽しめるし、ね、そうですね、他の両方も OK、そうですね、うん、他のマリンアクティビティもありますので、うん、もうつい最近かな、先週ですね、うん、自分マンザでもうすぐ3年働くなんだけど、マンザビーチ の, あの、マリンアクティビティ の, あのなんだっけ、あの パラセールパラセール、はい、あ、初めて自分乗ったんですよ、先週。恥ずかしくて乗ったの乗った、あの、まあ、ちょっと仕事関係で、めっちゃ高く上がるんでしょ、あれ。そうです、ちょっと仕事関係で乗ってるんだけど、プライベート全然じゃないですよ。それでも、うん、めちゃくちゃ楽しかった、あの天気も今日みたいな感じで、お、本当に良かったです。はあの、暑いだけどやっぱり空飛んでる時、うん、もう風もあって涼しいですよ、うん、涼しい、はい、あれ降りる時はどんなになるの、一応バチャーみたいな感じ。いや、そんなことないですよ。あのなんだかな、船から、うん、なんだかな、こううちのパラセールちょっとでかいなんですよ。でかいって、うんうん、あの椅子は一応3人まで座れるんですよね。はい、一人でこうなんかパラシュートじゃないんですよ、はい、あの椅子がついてるんですよ、チャーがついてて、それで、はい、それでこう一応ライフジャケット着ていただいて、うんうんうん、海は絶対落ちないっていうなってるんですけれども、今いざの時もわからないから、風でね、海の上だから、たまにでも意地悪して落としたりするんじゃない、可愛い子だったら落としたりするんじゃない。それで船から何だかな、こう乗ってて、こう上に空に飛ぶんですよ。 それで降りる時もちゃんと船のところで、はい、だから完全にもう乗れないですよ、自分的にね。めちゃくちゃテクニックだね、はい、とてもいいですよ。だから空飛んでる瞬間でなんか気持ち的になんかヘリ乗ってる感じでほーって飛びますよ。とても気持ちいいですよ、面白い、すごいな、はい、こういうの経験してみたい。これもぜひ県のお客様も遊びに来てください、ね、県内の、ね、方々は本当にこういう経験ってなかなかできないからね。そうですね、まあ、まあまたちょっと時間がありましたら後半にね、はい、このアクティビティも紹介していきたいと思いますが、はい、さ、話戻りますけどね、はい、長かったね今ね。そうですよ、すいません。ビールガーデン、ビールガーデンビアガーデン、ね、ビアガーデンが、まあ、あるということで、はい、そこに今グリルが夏休み期間中もオープンするということで、はい、そうですね、はい、朝昼晩と、はい、さっきは朝の方は、うん、ちゃんとなんパンケーキと、うんうん、アスクリベーコン、はい、アズクリベーコン焼いておりますので、はい、うん、で昼だったら、うん、これ昼の料理超おすすめなんですけれども、まあ、昼は、はい、ビュッフェスタイルなんですけれども、おーおーおー、で、去年は確かに目の前でシェフはグリルよ、うん、グリルでハンバーグを焼いてたんですけれども、言ってたね、言ってたもね、はいはいはい、去年ね、今年は厚切り牛肉なんですよ、うん、この牛肉なの、はい、しかしちょっと分厚い牛肉なんで目の前でもちろんシェフも焼いてもらって、もうグリルでちゃんと焼いてもらって切ってもらって、ちょっとレアって感じもあるんですよ、肉の中にちょっと赤身も、はい、うんうん、もう柔らかくて美味しいですよ、柔らかいだろうな、ジューシーで、はい、はい、ソースも6種類ソース選べるんですよ。例えばソースだったら、例えば和風ソースとか、なんか塩、沖縄だったら塩とか紅しょうが、こういう塩いろいろ用意しておりますよ。肉がうまいとね、塩がうまいだけで十分ですよ、はい、塩だけでね、そう、うまいよね。でこんなソース一応6種類用意しておりますので、お自分好きな味で、なるほど、はい、選んでもらって、いやうまそう、そうです、お腹すくな、もう本当にこちらの肉も私大好きです。本当、ランチちなみにいくらの、はい、ランチの方は、うん、大人は、2500円と、うん、子供は1500円です。おー、まあいい感じの料金じゃないですか。安いと思いますよ、はい、2500円で牛肉食べ放題だから、はい、食べ放題だから、もうどんだけ食べればいいのって感じだね。そうなんですよ、あ、ごめんなさい、ちなみに、はいはい、モーニングのその、はい、パンケーキと厚切りベーコンはいくらの、はい、こちらは大人はちょっと3000円になります。3000円で、はい、子供は1500円になります。これはちょっとうちのホテルの他のレストラン、うん、例えばいつも紹介してるアクアベルとか、うんうんうん、あと和食の雲海とか、うんうんうん、これも朝朝食の空いておりますので、リッチだな、はい、みんな全部あの料金、はい、料金全部一緒ですね。でもこちらのグリルをね、夏しかオープンしないなんですよ、ビーチサイドで。そうです、いただける。そうです、まあ家賃が入ってると思えばね自分では食べれないからね、お家では。はい、
いやそんなもんですよやっぱりね、本当にこうそれぞれのレストランとかもそうなんで、やっぱりその立地条件とかね、そういう景色とかそういうものもね、やっぱりこうね金額に反映されているのはもちろんですからね、当然これだけのスタッフが、ベストな、サービスをやっていただけるわけですからね、その価値を担っていただきたいということなんですね。はい、こっちの グリルも夜になったらちょっとコースになりますので、うんうん、コースはコースは、はい、コースは一人様4980円から、からですよね、うん、からなんてからって言ったら、うんうん、前菜とメインティッシュと最後デザートありますので、うんうん、前菜も何種類の前菜選んでいただいて、メインティッシュの方も結構何種類が、はい、選んで一品選んで、でデザートも選んで、うん、これの料金なんですけれども、なるほどね、高いと思ったから方いるかもしれませんけれども、はい、一応ね結構豪華なんですよ。自分も食べに行ったんですけれども、でもさ、はい、ホテルの夕食って言ったらもう5000円とか7000円とか9000円とか当たり前じゃないですか。はい、そうですね、うん。それも自分のランクに応じてね。そうですね。うん、スペシャリティなものを選ぶ方はやっぱりそれでね、はい、高い料理を。そうです、うん。こちらのメインティッシュも海鮮、もう海鮮ってもう魚系とお肉系と、まあ、どうしてもお魚と肉両方食べたい方もいらっしゃったら、はい、もうこちらのコンディネーションも、うん、用意しておりますので、これはちょっと若干ちょっとプラスの料金になります。そうですね、だから一人様、うん、4980円からですね、ということになるわけですよね。はい、はい、まあでも本当にこのグリルもね、夏の期間のみのオープンということでして、そうですね、まあ、そもそもですよ、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、本土の方々は航空券を購入して行くわけですから、はい、我々今ラジオ聞いてる地元の方々にとっては、はい、それいらないわけなので、いらないですよね。ぜひこの機会にもう高級なね、はい、体験をしていただきたいなと。そうですね、ちょっとリッチな、ちょっとリッチな夏休み1日だけマンザビーチで過ごす、朝から夜までしかも、はい、ということで、ぜひね、そういう意味では1万円そこらでなんかこう沖縄に旅行に行ったよみたいな感覚が、そう、全然得られるわけですよ。今考えたな、うん、朝日あ、ごめん、ちょっとコマーシャルでした全然大丈夫。
たせいたしました。先ほどは CM に行くのも忘れちゃいまして、本当でね、ラナさんと話してるとテンション上がるし、でもう本当に今にでもマンザビーチに行きたいぐらいの気持ちになってしまうもんだから時間を忘れてしまう、時間を忘れてしまうという、もうね、ラナさん来るとここスタジオ自体がもうリゾートになってしまうんだよな時を忘れてしまう。よかったですいやありがとうございます、すいませんね。それでね、いえいえ、本当にもうテンション上がってしまったんだけども、はい、先ほど の、はい、そのビアガーデン、はい、本当はビアガーデンの話はさっきで終わる予定だったんで、本当ですよねすいませんもう飛んじゃったけど、コントロール不足で、はい、ビアガーデンは、確か8月の末までやってるんだけども、はい、先ほど打ち上げ花火と合わせた日程で作られているっていうことをおっしゃってましたね、はい、一応ちなみに7月は昨日17日、はい、その後は20日、26、29、はい、飛んでるんだね。そうですね、大体、うん、はい、2、3日に3日4日に1回ぐらい、そうです、ね、8月になるとまだ3日間、うん、もう大体、ね、3日間以外で、こちらの花火を打ち上げるので、うん、その同じ日でビアガーデン開催するんですよ。ということはよ、はい、ビアガーデンプラス花火付きでしょ。そうですそうです、全く、ね、最初言えよそうだね、めちゃくちゃこれラッキーだよね。ラッキーですよ。ビアガーデンプラス花火付き。そうなんですよ。はあ、最高。普通のビアガーデンで3500円って、はい、言えないね。花火付きなんだから。言えないですよね。この3500円、しかし税込みサービス込みなんにますので、はい。税込み、はい、税サービス料込み。そうです。3500円。ということは。せこい計算するなみたいな、せこい計算するなお前みたいな感じあ、3000円ぐらいのレベルなんだ、しかも花火付き、はいね、いやーとても安いです。安い、しかも3時間6時から行くと。そうですね、まあ、早めにね行ったらね、早めに行けば、はい、なるほど、まあ、そういう意味ではぜひね、この日程は、はい、実施日に関してはホームページ、もうすでに、うん、アップしてるので、る、はい、なるほど、ぜひ、確認した方がいいと思いますけれども、ね、しかもこれ予約した方がいいね、はい、絶対もうぜひ予約した方がいいですよ、ね、はい、昨日、はい、昨日見に行ったらやっぱりこう、うん、テーブル席全部芝生でわーっていっぱいじゃなくて、うん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 、やっぱりこう何席ぐらいがありまして、やっぱり事前予約した方が一番ですね、まあ、私と一緒なら確実ですね、確実だね、はい、うん、ぜひ事前予約をねお願いしたいということで、はい、ここでまた電話番号ね、また最後に申し伝えますけれども、はい、まあ、ぜひねホームページご覧になって、電話予約をお願いしたいということであります。はい、はい、さあそして、はい、さあじゃあ後半の話題変えまして、はい、今度は、うん、相変わらずいつも紹介するオーシャンパックとサンマリンジュニアですね。さっきも紹介したんですけれども、そうそうそう、料金ちょっと言ってなくて、うん、こっち県のお客様にね、やっぱりもう嬉しい値段なんですけれども、うん、オーシャンパークは大人は1500円と子供は1250円、うん、でサンマリンジュニア2は大人は1750円と子供は1250円です、うん、で、やっぱりこうオーシャンパークも遊んでお腹すぐと思いますけれども、そうだね、こうもっともっと嬉しい情報をね、はい、こちらランチセットついておりまして、ランチセット、そうです、オーシャンバーコのランチセットはね、大人は3600円と子供は2300円、はい、サブマニージュレア2のランチセットは大人3600円と子供は1950円です。なるほど、はい、ランチの方もとてもいつも紹介するアクアベル と、はい、あと和食の雲海と、うん、あとビーチサイドの方にある、サラバトーレイタリアン、はい、こちら3つのレストランでこう一つチョイスしてご利用していただければ、はい、ね、このとても安い料金です。もうサルバトーレっていうのこの前僕聞いてびっくりしたんだけど、はい、もう世界的有名な、とても有名です、イタリアンレストランでピザのね、はいはい、有名だ、特にサルバトーレ、はい、今夏だから、うん、サラバトーレガーデンガーデンみたいガーデンっていう、うん、そのテラス席もありますので、で結構外国人の方は利用する多いですよね、夏になると。やっぱりサラバトレなんかわからないですけれども、サラバトレの位置としたらちょっと海はちょっと微妙に見えないですけれども、そのなんだかなテラスのガーデンのテラスの座ってて、はいはいはい、今ちょっと最近流行ってるなんかいい音楽、うんうん、EDM みたいな感じ流れてなるほどピザ食べて、外国人とってもこういう雰囲気が好きなんですよ。
ピザ&ビール。そう。ピザ&ビール。私、コーラ&ビール。あ、違う、コーラ&ピザ。コーラ&ピザ。そう。コーラ&ビールって、どんなやねみたいな。そう。なんかね、外国人の方結構多いですよ。だから、もちろん、県のお客さん、一応、もういっぱい来てほしいなんですけれども、もしこちらのサラボトーレ行きたいと思った方だったら、もう事前予約した方がいいですよね。いいね。はい。いや、やっぱりね、計画的にやっぱやった方が、当日でもいいから、とにかくあらかじめお家から出る前に電話、せめてね、本当はもう前もっての方がいいんだけども、もうせめて当日でも、いざって沖縄にとってさ、もう本当にね、天気によってね、行動パターンが変わるもんだからね。わかります、自分も行動パターン予約とかしないわけよね。だからもう当日でもいいですから、とにかくバンザビーチ、ね、連絡してもらいたいと思います。でもこのランチセットは絶対お得ですね。とてもお得です。いや、なんか子供たち泳ぎに行くって言ってもさ、オーシャンパーク忍者だったらさ、1500円でしょ、はい、これ3600円とか、1600円、え違う、2100円でランチが食べられるっていうことか、はい、そうです。はあ、ありえない、ありえないって、まあ、ありえない、ありえないね、はい、普通ランチだったら、アクアベルの場合だったら大人は2750円なんですけれども、こういうランチセットの値段見たら、ね、もう全然安いじゃないですか。違うね、この100円とか200円の安さじゃなくて、じゃないからね、結構安いなんです。そう、はい、これはね、しかもサンマリエンジニアだったらなおさら安くなるね。そうなんですよ、サンマリエンジニアちょっとね200円高めだからね。でもね、やっぱりこうね、サンマリンジュニアとかね、本当にこう1日そのホテルという感覚よりも、そのレジャー施設という感覚で、サンマリンジュニアとランチを一緒にして3600円で楽しみましょうということで、半日そこで楽しめるわけよね。そうなんですよ。こういうね、楽しみ方をマンザーでぜひ楽しんでもらいたい、はい、で最近結構天気がいい時、多分県の方と思いますけれども、みんななんかキャンプみたいなものを自分のもも持っていて、漫座に、それで砂浜のところとか、芝生のところをこう立ってでやってるんですよ、はい、レジャーテント ね、 そうですね、簡易的な ね、 そうですね、最近はあるよね、バッグみたいになってさ、そうなんですね、はい、パカンと広げたらすぐなんか2人ぐらい入れるそうな ね、 ね、これ見たらやっぱりこう、もう家族の方もいるし、友達もいる方もいるし、なるほど、あ、どみでもキャンプ、まあ、県内のお客さんね、食卸のお客さんもこういうもの持ってないと思いますけれども、こういう客さん見たらね、本当にちょっと嬉しいなんですよ。県内の方なんだ。はい、嬉しいと思います。こういう客さん見たらね、嬉しくて、もうもっともっとどんどん漫才で来てもらって、漫才でいっぱい遊んでで、もう最後もしよかったらもうビアガーデン、利用したらね、とてもよかったと思いますけれども。そうだよな、このオーシャンパークとか、もしくは海に入らない方だってもサブマリンジュニアとランチ、はいはい、ランチを食べた後にサブマリンジュニア乗って、その後、漫才内で楽しんでいろんなアクティビティやるので、それに楽しんで、はい、そして6時からはまたビアガーデンとか。そうですね、このビアガーデンの日程に合わせていく方が絶対いいね。絶対いいと思う、得と思いますよ。絶対得だね、はい、あ、ちょっと待って、今ちょっと余計なことをね、はい、ラナさんに対しては失礼かもしれないけど、はい、ちょっと考えた、花火って別にビアガーデンに行かなくても見れることは見れる、はい、花火、花火は、あ、全然大丈夫ですよ、でしょ、はい、その漫才にいれば全然大丈夫ですよ、だよね、はい、だから別にビアガーデン、まあちょっと、まあ、今日晩ご飯ちょっともうお腹いっぱいで入れない方もいらっしゃると思うので、うん、もう花火だけ見に行きたいなので、ね、全然大丈夫ですよ。そのままビーチで遊んで、はい、夜まで待っとこう、はい、8時まで、はい、花火とっても綺麗だからね、満座の花火はまたね、海にこう映る、そうですね、え、綺麗ですから、やっぱり、ね、はい、近くで花火見るのはまだ別格になります。別格だよね、本当、はい、自分たちだけに、花火を届けていただいているという感じがしますので、はい、まあ、そういう意味ではぜひね、まあ、本当にこの夏休み期間中、このオーシャンパークやそれからサンマリンジュニアもチャンスですので、沖縄県民の皆さん方ね、そうです、はい、ぜひともこのランチセットね、3600円という本当に手軽なお値段で、1日マンザビーチ楽しみますのでね、はい、ぜひお願いしたいと。それからまたね、いろいろとこう、マンザビーチに行きましたら、まあ、ナナさんに会えなくてもスタッフの皆さん方がね、本当に優しく県民の皆さん方対応していただけると思いますので、ぜひね、遊びに来ていただきたい。マンザビーチが沖縄県にあるんだということでね、自分たちの財産として楽しんでもらいたいなと思いますよね。本当ですよ、マンザビーチも高い高いで皆さんみんな思ってるかもしれませんけど、この料金見たら全然全く高くないんですよ。いや本当ですよ、ちょっと遊びに行ったらこんだけ使えますもん。だってそうです、本当に使う、
この金額ですからね、本当にまずはね、自分の遊び場所としてアイテム場所としてね、マンザビーチを候補に入れておいてもらいたいなと思いますね。はい、よろしくお願いします。そういう意味ではお父さんお母さんそれからご家族で楽しめる場所、また、はい、友達同士やカップルでもね、はい、十分に楽しめる場所となっておりますのでね、ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾート、ね、ぜひともお楽しみいただきたいというふうに思いますよね。遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。いやでも本当にこの白亜のリゾートね、マンザ自分のものにしていただけるこのチャンスでございます。一回行けばね、はい、絶対無視になると思うよね。そうと思いますよ。一回行けばね、はい、あこんな気軽にマンザビーチリゾートって楽しめるんだみたいな、はい、最近結構もう、うん、県のお客さんだけじゃなくて、うん、多分沖縄住んでる外国人の多分米軍の方にも結構見かけます。はい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 、地元でありながらも外国人であるという、そうですね、結構来ております。でも最近どうなのかな、俺もよく思うんだけど、いろんな場所で、うん、在沖の外国人の方って特に米国、はい、軍人関係かもしれないけど、やっぱりオフの時間に沖縄を満喫してる方々って結構多いかもしれないです ね。 そうですね、いろんな祭り会場でもよく見ますから、はい、で最近そういう地元 の、 そのリゾートホテルっていうものをこういう風になんかランチとかそれからビーチだけとかアクティビティとか楽しめるようなそういうものをちょっとおそらく基地内とかで情報がうまく発信されてるんじゃないですかね。そうです ね、 ね、はい、こういう意味ではぜひね、我々うちなんちもマンズビーチをぜひね、自分たちのものにしてもらいたい、こういうスペシャルプラン、ね、これ全部ね、ホームページとかにもね、はい、掲載されておりますので、はい、ぜひ、チェックしていただいて、はい、それぞれの予約もねお願いしたいということで、はい、ではそこで電話番号をお願いしましょうかね、はい、予約番号とか問い合わせ番号は、はい、098-966-2212 です。もう一回ね、はい、098-966-2212 です。はい、ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾート、あのインターコンチネンタルが沖縄にあるということで、本当にもうね、多分ね、普通にマンザビーチって昔からあるという感覚かもしれませんけどね、インターコンチネンタルになっているとこの称号をもらっているというのは本当にすごいことなんですよね。世界的になりますから。そうなんですよ、はい、めちゃくちゃすごいんですから、ぜひね、それを、気軽に楽しもうというね、お話で今日はね1時間お伝えしております。 ANA インターコンチネンタルから今日はマーケティングマンザビーチのマーケティングのね奈々さん来ていただいておりますのでね、はい、この後また CM 明けにもラスト紹介をお願いしたいということで、はい、最後までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、今日はじゃないや、一旦コマーシャルをお届けしたいと今日はもう締めるところでしたね。びっくりでした。はい、一旦コマーシャルです。
お送りしておりますインターンチャーダマですよ。今日のゲストは、NA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートから、マーケティングよりララさん来ていただいております。ララさんありがとうございます。いやよろしくお願いします。はい、もう最後になりましたけど、はい、さあまあインターコンチマンザビーチのね、まあ、紹介も1時間にわたってやってきたわけなんですけども、はい、実は今週末ね、昨日もご紹介されてましたけど、うな祭りが開催されるということもあって、まあマンザビーチではもう目の前で行われるわけですから、そうです、ね、宿泊のお客さんだって超喜ぶんじゃない？超喜ぶ、ね、おそらくね、うん、多分マンザで泊まるお客様、うん、まあ、外国人のお客様、うんうんうん、日本人のお客様、多分もうそういう情報を見たら行くと思いますよ、うん、絶対行くね、この2日間近いからね、ねえ、はい、本当に歩いて来れる場所にありまして、しかもやっぱりこうローカルな祭りっていうものを見る機会ってそんなにないじゃないですか。ないと思いますね、タイミングが合わない限りはね、うん、ですから7月の22日逆にこれに合わせて万座に宿泊されている方々、まあ、女層も含めてですけれどもね、はい、いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、まあ、今回、もちろん22、23の土日、花火の打ち上げもね、あるようなんですけど、イベントもたくさんあるということで、はい、ね、この日はじゃあ万座では花火上がらないわけだ。上がらないですね。ね、うな祭りが上がるからね。はい、ちょっと被らないように。被らないようにね。はい、そりゃそうだ。はい、花火もね、両日ともに午後9時から、上がりますのでね。うん。見たい。みたいね、去年見てなかったんですよね。去年は多分万座、私何してるかなって、多分仕事が忙しくて週末何してるか全然覚えてなくて。寝てたんじゃない？大丈夫ね。だから仕事してた？ちゃんと仕事してたよもう。だから今年はねこれ見たらもう絶対行くわ。うん、ああもうぜひね今回ね。土曜日の日はメインとなります、はい、やっぱりね地元のね村民芸能とかそれからエーサー、はい、各青年会読谷村からもね高潮、青年会がですね、まあお隣お付き合いで、友情出演じゃないですけどもご出演いただくということで、もう定番になりました高潮青年会はね、毎年そうなんですけど、まあそういうそれをきっかけに私たちもね中継をすることになりましたが、はい、で日曜日の日はこれ今まなみさん、はい、オリオンビールとかの、はい、知ってます、あの方のライブがあるということで、ね、はい、確かにまなみさんは弟かな、うん、マンザの、うん、クリスマスイベントの時、もう、はい、ホテルの、ライブもやってるんですよ、クリスマスライブやったんだ、はい、最高や、綺麗な方ですからね、旦那さんと負けずとも劣らない、いやで負けるわどうしても負けるわ、すいませんスルーしますそこ行った責任はどうしようと思ったんだけど、はい、まなみさんもね、はい、そして、日曜日の日はまた地域のね、保育園の皆さん方の出演であったりとかフラダンスであったりとかってありますけど、沖縄の池田卓さんライブ、それから消えま商店が聞いたことあります、まだ、まあ、最高、はい、見たことないです、本当なんかでもねうちのちょっと一緒にもう働いた人を聞いたら面白いって聞いたんですけれども、うん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 、面白い、めっちゃ面白い、あ、そうです、もうね本当にエミタンでもねカウントダウンライブの時に、はい、一度エミタンでやってもらったんですけど、本当にもう超テンション上がりますよ、うん、楽しみにしてます、はい、そういう意味ではぜひね、週末の、この土日ね、花火もありますのでぜひ遊びに行っていただきたいと思いますね、まあどうせ女さん行くんだからっていう形でもいいと思いますよ、20日土曜日日曜日今のね、はい、なんだっけ、このランチプラン、はい、ね、オーシャンパークとかサブマリンジニアとかね、そういうのも日中は遊びに行ってもいいかもしれない、全然大丈夫ですよ、ね、ちょっと隣にいるから、うん、隣にいるからって隣にあるからもう本当に多分この開催女開催の場所の隣にすぐ万座のビーチが見えるので、うん、ああそうなんだ、そう近いんだね、ある意味じゃん、超近いと思います、で、まあ、気楽で、うん、まあ、ちょっと万座行ったりから女その混ざり行ったりとか行ったり来たり忙しい行ったり来たりしながらね、はい、あぜひともね、そういう意味では、この週末はある意味いいきっかけになるかもしれない ね、 そうですね、夕方からまた日中は、マンザビーチの方でマリンレジャーとか、はい、サバリンジュニアを楽しんでいただいて、はい、ランチまでいただいて、はい、その後、夕方からは、はい、この
会場の方に足を運んでいただいて、土曜日もですね、いろいろイベントはあるんですけども、オープニングは一応夕方4時からということになってますし、日曜日はライブが始まるのは3時30分からということになりますからね、はい、それまでの間はまだ万山ビーチでランチも含めて楽しんでいただければという、はい、せっかく行く機会ですからね。そうですね、はい、ダブルで楽しめるこの週末2日間女祭り&万山ビーチリゾートということで、ね、いいですね。めったにないです。いいですよ。だから自分も週末もちょっとまあ金曜日まで働いて疲れるかもしれませんけれども、まあこうしようかなと思いましてなんで疲れるかもしれませんけど大丈夫です、頑張ってください疲れないようにね、熱中症気をつけて、はい、そうですね、はい、はい、ということで今日はですね、ANA インターコンチネント万座ビーチリゾートからマーケティングの奈良さんをお迎えしております。最後の奈良さん、もう一度電話番号お願いしていいですか。はい、そうですね、うん、万座でもう例えばお食事にしても、はい、遊びにしても、はい、もうとにかく何が質問あれば万座に関してるね、うん、もう全部こちら の問い合わせ番号お願いします、はい、098-966-2212 です、はい、966-2212 でお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、ぜひね、ビアガーデン冒頭にお伝えしましたけどね、はい、もうビアガーデン一つ紹介するのに30分かかったからね長かった長かった、オーバーして30分ね、オーバーしてるよ長かったよな、本当に。でもそれぐらいそのビアガーデン一つだけのお話じゃなくて、はい、そこにそのなんていうの、リンクするいろんなイベントであったりとか、そうですね、ね、食事内容であったりとか、うん、ビアガーデンだけじゃなくてやっぱりこう、うん、ビアガーデンもっともっと、まあ、漫才で楽しめるために、うん、もうこういう広報もありますよってね、やっぱりみんなに伝えたいと思いまして、ね、うん、そういう意味では本当にね、いろんな、イベントとリンクできる、ビアガーデンとなっておりますので、本当に、1日ね、資格はなかなか難しいと思いますけども、日帰りプラン漫才をぜひね楽しんでいただきたいというふうに思いますね、はい、県内スペシャル、限定スペシャルとしてはランチプランもございますのでね、ぜひ詳しくはまたホームページなど、あるいは先ほどお伝えになりました、はい、電話番号098-966-2212まで、うちなんちゅなんですけどということでね、問い合わせいただければ、またいろんなねお得な情報などもお伝えできると思いますの で、ぜひお楽しみいただきたいと思います。最後に奈良さんから一言お願いします。一言、はい、今週の週末楽しみましょう万座と、女祭りはい、よろしくお願いします万座&女祭り、ぜひこの週末を楽しみいただきたいと思います。今日のゲストはラナさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではインターンジャーデマンですよ、また明日というつも、明日はですね、私ちょっとプライベートのお休みございまして大変失礼ですが、明日はまた番組お休みで、明後日、皆さんにお目にかかりたいと思います。それではまた、どちらさんも熱中症などにお気をつけて、お過ごしいただきたいと思います。それではまた改めて、明後日の11時にお目にかかりましょう。ありがとうございました。西橋